ットなしだよね。そうなんだ。でも打点は、はい、打点はないんじゃ、フォアボール、満塁でフォアボール選んだ人だけ。おばあさんだ。あ、おばあさんが打点だ。1人か、2人になってますね。2人になってる。菊田さんに取られたんですね。あ、俺もそうか、フォアボールか。菊田もフォアボール。あ、そうだそうだ。あ、そうかそうか、うん、俺の後か。バンバンだろ。つって負けちゃうんだよね、最後。あかんない、でもね、手は取っといた方がいい。いや、取ったら取り返してるからいいんじゃないの。いや、今ナイスイング、ナイスイング。あれが決まってくるとね、いいのでね。いやー、ゴー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 。ありゃ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 。同じパターンか。あー、ないね、今度は。さすがにないね。おばあちゃん、今入ってるよ、同じパターンか。大丈夫大丈夫。かつてクレーム来たことないから。こういうのってさ、編集できるの、うん、できるよ。音もできるの、うん、消そうとんなきゃ。できるんだ、できるよ。鈴木さんが消してとかっていうのもあるけど、あったけど、消したことない。消したことないけど。え？韓国人に対してのとかあったけど、消したことないから。押されちゃう。大丈夫大丈夫。コンパクトにコンパクトに。韓流大好き。あ、ダメじゃダメだ。いやいやいや。押されても押せず。いつも聞いてるよ。カラーと少女時代。ほら、ちゃんと顔入れといてあげるから。やだ、ナイスセン、ナイスセン。こっからやれ、こっからよ。少女時代のコンサートも来てるし、ね、そうなんだ、行ってんだ。いつも3万円少女時代ってなんか落ち着いてない今、なんかカラーの方があれなんだよ。俺全然知らないんだよ。少女時代だって俺さ、ティアラって知ってる。ナイスセン、ナイスセン。ティアラって知ってる、うん、知ってる。あ、やっぱ知ってるよな。僕は初めて知ったよ、ティアラ。興味ねえな。あー、どまいどまいどまい。あ、しゃーねしゃーねしゃーね。どうもどうも、シャーネシャーネシャーネ。決まってくるとはあれだよ。写真撮るか。あ、そうそう、あっちで撮ろうか。ユニオム、ユニオム撮ったからな。撃てない、撃てなさそう。さあ、3番頼みよー。さあ、鈴木さんバックですね。さあ、撮影。そうそうそう、あの彼ね、この前ユニフォーム買ったんだよね。でずっとあの前のチームの、なんか回ってきたの感じがした。回ってくるかもしれないよ、いいとこで。おー、ありゃありゃー。オーケー。あれはー、どう触ってねえか。どうだ、エラーなのか。エラーだな。エラーだな。そうなの。触ってなかった。先生、触ってないけどエラーで。あれはヒットできねえな。ぬすっと。さあ、4番頼むよ、4番。おー、オッケーオッケーオッケー、ないだないだ。よー、フォームでかすぎねえか。ないね。三塁も行けんじゃねえ、これ。ほら、行ってよ、ほら。ひどいなぁ。お、セーフセーフ。走った。すげえな、4番の前であんな走っちゃっていいのよ。いや、4番信用してねえんだよ。うちの立てようだよ。え、今年は分かんないけど。今年は分かんないか。あれあれ。おっしゃー、ナイバッチー、ナイバッチー。ゴー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 ナイランナイランやると、はい、よし。なんか違うな、今日。なんだ、ハイブリーじゃん。なんか配色濃厚だったの。すごいな、今日。すごいね。いるんじゃないの。エラーで、すいません。さあ、頼むよ、バッチ。どうナイス、ナイス。2点差。そうだそうだ。あ、おやおや、ナイスナイス。ナイスナイス。あ、オッケーオッケーオッケー。
よいよいよあれ、カンですかね。すごい臭いですよね。ちょっと辛いです。鈴木さん当てたやつですよね。引っ掛けちゃった。よいよいよ一番のパースだ。